はい、じゃあ今日初来店のね、明石くんと対戦したいと思います。でも実はさっきやったんだよね、そうなんですよね。負けたんだよ、生放送で。でも僕はこのノートに名前を書きたいなので、もう一回。さっきは自分負けちゃいましたよ、確か。あ、そうなの、はい、あ、なんだ、俺分かったんだ。そうです、そうです。あ、じゃあなんでもない。じゃあ俺負けたのかと思って。じゃあ勝ったんでも、じゃあもう一回とどめをさせましょう。いや、今回リベンジ果たすんで。よし、やりましょう。よし。よし、行きます。あ、逆さになってる。いいですか。はい、はいよ、じゃあ行くぞ。このままじゃあ最初のグッじゃんけん、はい、負けた。じゃあ先行いただきます、はい、お願いします、はい、お願いします。ガチンゴルールって、あわしくんはどこから来てるんですか。ママ加速して自分は国分寺です。あ、そうだね、じゃあそんな遠くないけど、またうん、じゃあまたぜひ来てください。じゃあ口調変座チャージして楽しみ。はいよ、ドロー。じゃあこれを置いてターンエンド。特にうちの店のことも何も知らずに、YouTube とかも知らずに来たっていう。そうなんですよね、たまたま知り合った人に連れてきてもらって、ね、意外と珍しい。じゃあ偶発と弾幕の寄せでチャージして短縮。はい、じゃあ置きます。ドロー。じゃあこれを置いてね、2マナ爆丸くん出しちゃいます。はい、ターンエンド。じゃあ、はい、ハンタップしてドローします。3マナ支払って、うちの店の感想はどうでしたか、1日遊んでみて。あ、そうですね、なんかすごい活気があっていいと思います。活気が、ありがとうございます。なんかせいやさんとずっと遊んでたよね。あ、そうですね、うん、大丈夫だった、感じ悪くなかった、あいつ。全然。本当に、はい、なら良かったけど。でも CS とかの大きい大会出てると結構ああいう人多いんで。いや、それ嫌な人じゃん。それは嫌な人じゃん。それはダメな部類だね。いや、なんでもないです、なんでもないです。うちは変な人が来てほしくないんで、CS はやらないです。はい、100枚男爵を3コストで使います。マナチャージ。ああいう人多いんで。じゃあ回収はなしで一旦終了。そう、ああいう感じ。いやいや、なんでもないです。いや、でもそういう意味ですよ、僕もそういう意味で言ったんです。ドロー。ダメだよ、スパイナーが手札にしちゃいけない。3マナです。はい、これ置いときます。はい、相内くんを置いときます。じゃあ爆丸で1枚ブレイクお願いします。かか、はい、小さいか、なんか出た。はい、じゃあマナを1枚ブーストします。はい、じゃあ僕はターンエンドです。はい、ドローします。じゃあ5マナエメラルド。それではフェアリーライフをチャージして、はい、どんどん終了まで6コスト。はい、あ、手のネズです。はい。殴ります、これ。3枚めくります。はい、出た。ここ2枚。そうだ、そうだ、そうだ。思い出した、思い出した。はい。ハイル様的なもの考えますね、ちょっと。はい。シールド減らしますね。バイキン1枚だけ回収します。はい。ターンを終了します。はい、置きます。そうなんだよ、バイケンがいるんだ。僕のニックキバイケンがいるので、ブラックホイールを使うときは気をつけます。ドロー。ラリートラ、はい、じゃあね、もうダメだ、手札に来ちゃいけないスパイナーが。1マナ置いて4マナ、コネンビ置きます。はい、1、2、3。いやー、ブラックブイ使いたいけどやめとこう。ハヤブサマルをもらっておきます。はい、で、バクマル君でじゃあ1枚ブレイクお願いします。マナチャージして、はい、5マナにしてリザスター。フェアリーダイク。うわ、まただ。はい、1枚ブースト。じゃあ僕はターンエンドです。はい、はい、マナをアンタップして、現在のマナの枚数がなんと9枚と。はい。じゃあドローしますね。うん、じゃあ、テラネスクをチャージします。クリスはあんま使わないからね。10枚。マナが10枚ありますね。うん、あれか、あれか、うん、なんだ。じゃあ、10コスト。うん、ゴーハテンつくも語りでございます。はい。サッパークでかいね。お互いのプレイヤーが、うん、マナゾーンからクリーチャーをすべて割り出します。はい。ただなんですけど、はい、じゃあまずここから起きない出るだけ。僕から出しますね。うん、出して。あったんで3枚で。あ、ただこれってブロックできますよね。はい。じゃあ店長さんどうぞ出してください。はい。僕じゃあこの4匹全部出すね。じゃあ出すときに、うん、こちらにトアの流星カイザーが場に出てます。はい。なので、うん、そちらのクリーチャーはすべてタップ状態で割り出してる。おお、そうなんだ。はい、わかりました。じゃあ横向きにもうみんな出ます。はい、出ました。出ました。はい。でこちらのトアの流星カイザー能力で自分のクリーチャーがすべてスピードアタッカーになってる。これはひどいですね。はい、わかりました。じゃあテラネスクでスパイナーにアタックします。え、あ、打ってこないの？スパイナーだったらやられました。で、まあ、あいつになっちゃう。あいつだね。じゃあここで、ダイハード流星の効果発動します。何？自分のドラゴンがアタックした時に、相手のシールドを1枚選んで墓地に置きます。あ、焼かれちゃうってこと？はい。ブレイクじゃないの？あー。墓地に置きます。はい。じゃあ、テラネスクでスパイナーにアタックして。うん、同じことか。じゃあ、しますうん。じゃあ、効果で1枚墓地に置いてください。なんかちょっと、あー。じゃあ、バイケンでアタックで。あい打ちされたけど、墓地1枚。あー、よくない。打ちます。うわー。アタックで墓地で。これで、墓地で。あいつですね。あい打ちで、はい。ここで、ナノ X。
ダイハード流星でプレイヤーアタック指定してるときにこれが墓地に置かれるんですよ。はい、わかりました。ということはこのままブロックしないとアタックが通っちゃいます。あ、そうなんだ。じゃあブロックするけど、ブロックの前に俺これハヤブサ丸も出せる。あ、出せますよ。で、マナないけどいい。あ、マナ、そうですね、出せないです。出せないよね、ダメなんじゃん。じゃあそうですね。じゃあ骨年日でブロックしたよ。じゃあ相打ち、相打ちしたね。うん、そんでじゃあ流星でとどめ、あ、これはシールドは焼かれてます。焼かれたんだ、これで。あー、で、流星カイザーでとどめです。参りました。ありがとうございました。ハヤブサ丸が出ればと思ったけど、ないんだもんね。はい、そうですね。そっか、これで無事、雪辱を果たせそうだね。じゃあでもまあ前回勝ってるならいいや。ただ明石くんあった、そうそうそう、ジャガシ君にはこっち負けちゃった方のね動画でじゃあ出します。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。